空にきれいな虹がかったと。ああ、きれいな虹じゃん。なんだかすぐそばにあるみたいじゃん。15年の月日流れた。男
杉山少女は山や林をたくさん持っておった。ある時、顔が真っ黒な娘が奉公にやってきて、男の山仕事の手伝いすることになったと。あまりに色が黒く、とても屋敷の中では働けないからだという。優しく面倒を見てやった。娘は手際よく仕事をこなし、それはよく働いたと。ある日、心許した娘は男に自分の身の上話したんだと。娘には腹違いの妹をおってな。娘に長者の息子への嫁入り話が起きた時、ママ母は自分の娘が嫁にしようと美しい姉娘の顔に何度も何度も墨塗り込んだんだと。病気で寝たきりのお父っつぁんはおっ母さんに何も言えなかった。私も育ててもらった恩があるもの。その挙句、婚礼が近づくと家を追い出され、杉山長者のところに奉公に出されたというわけであった。へえ、気の毒にの。墨は取れねえのか。はい、それっきり何回やっても取れなくて。へえ、真っ白い綺麗な手してんのにな。何度洗ってももう取れねえのだ。娘はすっかり諦めているようであった。どれ、いいから、かわそ行ってみっぺ。男は娘が不憫でな、山の湧き水のところに連れて行くと、自分の手ぬぐいば水で濡らして、いいか、ほれ、ほれ、優しく娘の顔を拭いてやったんだと。雪のように白い美しい顔に戻ったんだと。あ、これはなんと墨の取れた娘の目の下に青い小さなほくろがあったんだと。見つけた、見つけた。お前は虹の娘じゃ。俺は16年前お前に出会ったのじゃ。それからずっとずっとお前を探し続けていたのじゃ。見つけた、見つけた。男はもう嬉しくて嬉しくてたまらんかった。空見上げると綺麗な虹にかかっていたと。